コンサートのすぐ後階段から落ちて。それで追加公演は？いや、まず怪我の状態だよな。右手の甲を切ってて、あと左手首を捻挫してて、まあどちらも骨には異常ないみたいですが。両手。追加公演はあと一月あるから大丈夫かな。多分怪我は治ってるでしょうけど、ベストコンディションで演奏できるかどうかは。そっか、そうだよな。ピアニストが練習できないなんて。それにしてもなんで今まで連絡してくれなかったんだ。すいません。お前を責めてなんかないって。トーマオフィスのこと言ってんだよ。緊密に連絡取り合うって約束だったのに。それはその、迷惑かけるのが申し訳なくて、包帯が取れるまで黙っておこうと思ってたって。その方が余計迷惑だろうが、何考えてんだよ。申し訳ありません。だからお前に言ってんじゃないって何度も言ってるだろう。あ、いや、つまりお前に当たってもしょうがないもんな。はい。とにかくアンサンブルの編集長には報告しとく。向こうはまだ東間陽子と連絡取れないらしくて。そうなんですか。それじゃあ俺、そろそろ取材の時間ですから。東間勝さんの見舞いには行くのか。ええ、夜に。俺も顔出そうか。今後の取材のこともあるだろうし。いえ、今はあまり他人に会いたくないそうです。そっか。じゃあお大事にって伝えてくれ。はい、失礼します。今はあまり他人に会いたくないか。自分は他人じゃないって言ってるぞ、お前。そろそろ起きて何か食ってくれ。いい加減
タヌキ寝入りにも限界があるだろう。お前、昼も結局何も食ってなかったじゃないか。もう熱下がってるんだし、本当は起きれるんだろ。いつまでもこのままってわけにもいかないだろう。食事もそうだけど、怪我の治療だって。口なんか聞けるわけないだろう。カズさん、私お前に告白したんだぞ。思いっきり振られたんだぞ。振ってなんか。玉砕した相手に面倒見られるなんて、拷問以外の何者でもないじゃないか。私を見るな。私をそんな優しい目で見ないでくれよ、ハルキ。哀れみなんか、やめてくれ。俺に構われるのが嫌だったら、ちゃんと起きろよ。自分の力で立ってくれよ。そしたらお前は、いなくなるのか。私の前から。永遠に消えてなくなるのか。お前が望むなら。望まない。そんなの嫌だ。なら食ってくれよ。包帯変えさせてくれよ。お前の面倒見させてくれよ。それも嫌だ。今は絶対に嫌だ。帰ってくれ。私の部屋から出て行ってくれ。お願いだから一人にしてくれよ。でも飯と傷の手当てと、本当は体温だって測りたいし。うるさいよお前、本当にうざいよ。勘弁してくれよカズさん。晩飯。おやすみ。
これはまた、カレーのお姫様。こんなもの部屋に置いておくからだ。これしばらく匂い落ちないぞ。こぼす前から部屋中に匂ってた。どうしてこんなこと捨てようとしたのか。そんなこと、そんなもったいないことするわけないじゃないか。え？部屋中に匂ってて、そのせいでどんどんお腹空いてきて。そっか。だから、その鍋をテーブルに持ってこうとして。こんなにぐるぐる巻きにしやがって。お前はいつも大丈夫大丈夫って言うけど、やってること穴だらけじゃないか。ああ、わかったわかった。とりあえず俺が片付けておくから、カズサは風呂行って、体洗って着替えて。どうやって？だからお前は穴だらけだって言うんだ。なあ、本当に本当にいいのかよ。何を言ってるんだ今さら。いいも悪いもこれしか選択肢がないだろう。絶対に少しは目に入るぞ。隠しきれるもんじゃないぞ。別に隠すつもりなんかない。逆に困るよ俺。そんなに見たくないのか。そうじゃないから困るって言ってんのに。5年前、とっくに全部見られてる。今さらだ。早くしろ。風呂までカレー臭くなるだろう。じゃあ、やるぞ。あ、やっちゃうぞ。しつこい。今だけでいいんだ。今だけ私を愛してくれればいい。私を抱きしめて、求めて、甘い言葉をささやいて。ほら、これでも食ってろ。うん。時間と具がなかったから塩むすびだけど、文句は言うに決まってるが。でも我慢しろ。ちょっとバタバタするけど、それも我慢しろ。いつまでもカレーまみれの部屋にいたくないだろ。ハルキは腹空いてないのか。ああ、なるべくなら2個くらい残しといてくれ。掃除が終わったら食べるから。さ、腹減ったんなら俺を呼べよ。温めるだけだから大丈夫だと思ったんだよ。そりゃ両手を怪我してなかったらな。普段でさえ役立たずなのに
今のお前は赤ん坊といい勝負なんだから、それくらいちゃんと自覚しといてくれよな。ひどいこと言うんだな。夜中に叩き起こすところなんかゼロ歳児まんまだろ。別にわざとじゃ。グダグダ言ってないで早く食えよ、腹減ってたんだろ。なんだよ、やっぱりおかずがないと食べられないっていうのか。包帯取り替えたいから早く済ませてほしいんだけどな。赤ん坊並みだなんて言って悪かったって謝ればいいのか。カレーひっくり返すくらい腹減ってたんだろ、早く食ってぐっすり寝ろよ。わざとひっくり返したわけじゃない、それに食べたくないわけでもない。じゃあ何？この手じゃ食べられない。左手ならなんとかなるだろう。そっちは手首にしか包帯巻いてないし。お前何言ってるんだ。何って何？両手使うなってしつこく命令したの春樹じゃないか。私はその言いつけをきっちり守ってるだけだけど、おにぎりくらい軽いものなら。とにかく私はやらない、手だけは無茶するわけにはいかない。その考え方を夕べにも発揮してくれたら俺はこうして気を使わなくて。あのな、どうして今になってそんなわがまま言うんだよ。さっきまでカレーを一人で食おうとしてたやつが。さっきカレーを一人で食べようとしてその行為を全否定されたからだ。なんだよ、あんしてくれなきゃ食べないとでも言うつもりか。うん。おい、お前さっき言ったよな、今の私は赤ん坊だって。カズさ、そのことを自覚しろって、何かあったら俺を呼べって。いやだから、ちゃんとお前でも食べられるように。もういい、寝る、そして飢え死ぬ。カズさ、お前いい加減に。うん、言えよカズさん。いい加減にしろって言えよ。もう面倒見きれないって言ってくれよ。捨てるんだよお前が、はっきり告げるんだよ私に。夕べみたいに。さあ、お茶はいいか。うん、一口だけ。よし。うん、もう一個。俺も腹減ってるんだけど。勝手に食べればいいだろ、別に全部よこせなんて言ってない。それはそうだけど。もう一個。分かってるって。うまいか。
しょっぱい。私を高血圧で殺す気か。高血圧は直接の死因にはならないぞ。正しく避難するならそこから派生する病名を言うべきだ。脳卒中とか心筋梗塞とか。なんて予想通りのへりくつだ。お前つまんないよ。悪かったな。つまんない上にバカだ。大バカだ。捨てた犬にまだ餌をやり続けるなんて。カズさん、そんなことされたら余計懐くに決まってるじゃないか。何考えてるんだよお前。でもお前が食べられないって。犬が口を開けるのは仕方ないことだろう。飼い主がしつけなきゃダメだろ。無茶言うなよ。もっとほら、うん、ハルキ、もう一個行くか。うん。そこをなんとか。連絡だけでも取れないでしょうか。いえ、ですから何度聞かれても知らないことは答えようが。決してご迷惑はおかけしません。海洋社の北原と告げていただければ社長さんも納得いただけるはずです。あのですね、北原さん、私もこうして何度もお話しさせていただいているので、あなたが信頼のおける方だというのは分かっています。ありがとうございます。ですが現在弊社としても当麻と連絡が取れない状態でして、実際困ってるんです。お恥ずかしい話ですが。そうなんですか。大変申し訳ありませんが、そういうことですので。わかりました。残念です。お力になれず。いえ、仕方ないです。カズサさんからぜひ会いたいとことづかってたんですが、やっぱり無理ですか。ちょっと待ってください。それでは失礼します。もしも社長さんに連絡取れましたら北原の方に。だからちょっと、あ、切っちゃダメではなく、お待ちください。ですがこれ以上お手数をおかけするのも。あ、いいえ、今度はこちらから質問なんですが。ああ、アンサンブルの記事チェックの件でしょうか。それでしたら週明けには。弊社の当麻和沙と連絡を取ったんですか。いつ。え、ああ、直接コンタクトを取るのは問題ありましたでしょうか。ですが最初の顔合わせの時には。いえいえ、そういう話じゃなくて。彼女の居場所知ってるんですか。あれ、おかしいな。つい先ほど滞在先に伺ってきたばかりなんですが。どこです、滞在先って。彼女は無事なんでしょうか。怪我の具合は。どうしてそちらで把握してないんです。連絡行ってるんじゃないんですか。それはあのですね、北原さん、実は私困ってるんですよ。ええ、
私も困ってます。そちらに社長からの連絡が行けば、こちらに東間和沙から連絡が入るということでよろしいでしょうか。機転の利いた対応感謝いたします。北原くん聞いたよ、アンサンブルの増刊作ることになったんだって。作るのはヘンプロですよ、俺はお手伝いみたいなもので。私の聞いた話じゃほとんど一人で作ってるってことだったけど。記事書いて、写真撮って、編集して、印刷して、営業して。どこの同人誌ですか。単に作業量が多いだけですよ。基本的にはヘンプロの人たちにフォローしてもらうし、編集長も全面監修してくれるって。それでもあれだよ、それ。どれですか。入社1年目にして編集後期の一番最初に名前が出るんだよ。誰もそんなところ注目しませんって。何言ってるの、まっちゃん大ショックだよ。彼も3年目なのに3番手から上に上がったことないんだよ。鈴木さんも2番手から上がったことありませんよね。というか本人の目の前で煽らないでください。だって本人の目の前でないと陰口になっちゃうじゃん。私そういう陰湿なの嫌だな。だからって面と向かっていじめられてもちっとも嬉しくないんですけど。私のおかげだな。まあそれは否定しない。お前が初めて作る本がよりにもよって私の特集号なんてな。東間和沙と同級生だからって以外に俺が任される理由がないからな。バイトから正社員になれたのだってお前が国際コンクールで準優勝した時の記事が認められたから。こら動くな。そっちこそもっと優しくしろ。お前のやり方いちいちしみるんだよ。我慢しろ、自業自得だろ。ひどい言い草だな、大恩人に対して。そこまで言うか。さっきまでの話を聞いてたら、編集者としてのお前はどう考えても私に育てられたみたいなもんじゃないか。違うね、そんなのはきっかけだ。じゃあお前は自分が出版社に就職できたのも、一発の編集者気取りができるのも全部自分の実力だって言うつもりか。それも違うな。俺を引っ張り上げてくれたある人のおかげだよ。ある人？バイトの頃俺の面倒を見てくれた先輩がいてさ、その人がお前の記事を任せてくれて俺を編集部に推薦までしてくれた。まだ若いのにものすごく有能で、しかも厳しくて。ついでにかっこよくて颯爽としてて、しかもものすごい美人だった。え、女なのか。今はアメリカの子会社に赴任してるけどさ、いずれは編集長になって戻ってくるってもっぱらの噂で。好きだったのか。お前な、見境なく嫉妬するなよ。悪いかよ。
冗談だったのに。冗談ね、済むか。お前の口から私の知らない女の話聞かされて冷静でいられるわけなんかないだろ。とにかく一度でいいから彼女が歌ってるところを見てほしいんだ。絶対認識が変わるから。そういえば喋り方とか身のこなしとかちょっとお前に似てたかな。私の面影を重ねたりしたか。私に似てたから憧れたのか。確かに憧れてたけど、別にお前に似てたからってわけじゃなかったよ。さっきの力入れるな。傷が開いたらどうすんだ。うるさい。話せよ。包帯負けないだろ。知るか。可能するぞ。腐りきって手首からポトッと落ちるぞ。別にそうなったらなった時だ。商売道具失ってどうやって生きていくつもりだ。お前には関係ないだろ。本当にこんなバカとは思いもしなかった。バカだと思うか。当たり前だろ。お前のこの両手はもうお前だけのものじゃ。私にとっては両手よりも大事なものがあるって言ったら。本当に気づいてくれてなかったのか。私全然隠せてないと思ってたんだけどな。思い込みだよ。記憶を美化しすぎてんだよ。5年ぶりに会ったせいで勘違いで盛り上がってるだけだ。お互い。お前も盛り上がってるのか。すぐ忘れるって。少し時間が経って落ち着いたら俺程度の男のことなんか。5年忘れられなかった奴のことを数日間でどうやって忘れるって言うんだ。カズさ、何度も言ってるだろ。そんなに忘れてほしいのならお前から行動すればいいんだ。お前が私に大嫌いだって言ってくれたら。やめろ。二度と顔も見たくないってケラケラ笑いながら見下してくれたら。やめろ、やめろよ。そしたらさ、もしかして忘れられるかもしれないけどな。いい加減にしてくれ。そんなの想像するのも嫌だ。ハルキ、お前はひどい男だ。刹那にも私にもひどい男だよ。そういうの優しいなんて言わないんだぞ。ただの男のわがままでしかないんだぞ。わかってる、わかってるよ。
ええかっこしいで、何もかも手に入れたがって、自分をいい人間だと思わせたいだけの、上辺だけの、最低の人間だぞ。俺が最低なのは、最初からわかってる。だから、嫌われても仕方ない。そうやって、相手の心変わりに期待するところが最低だって言ってるんだ。お前は最低だ、ハルキ。だから、意地でも嫌ってなんかやるものか。はい、北原です。はい。はい。いえ、とんでもない。ご無沙汰してます、陽子さん。美代子さん、怒ってるだろうな。そりゃ、当たり前だろ。なあ、なんて言い訳すればいいと思う？まあ、正直に話すしかないだろうな。誠意を見せれば、向こうだって。男に捨てられたショックで何も手につかなかったって？おい。お前が正直に話せって言うからだ。それが私の真実なんだから。そこまでぶっちゃける必要ないだろう。だいたいお前、最初は熱出してたんだから、素直に病気で寝込んでたって言えば。熱出したのも怪我したのも寝込んだのも、全部お前がコンサートに来なかったから。ああ、わかったわかった。俺が全部悪うございました。あ、いた。こら、ちゃんとまっすぐ通せよ。お前、へったくそだな。スタイリストと比べられても困る。大体、顔出したって何も話すことなんかない。追加公演、どうすんだよ。どうしようかな。何しろ今は、弾けるイメージが全く浮かばないからな。プロの自覚あるのかよ、お前。去年のクリスマスまではあったよ。私にはもうピアノしかないって、そう自分に言い聞かせてた。うん。だからこうしてピアノで金取れるようになったんだ。毎日10時間、全然サボってなかった。歯を食いしばって頑張ってたんだよ。ごめん。そこじゃない。お前が謝るのはこの次のセリフの後だ。ハルキのせいで、全部吹き飛んだ。今の私には、もう日本で弾く理由がない。今さら追加公演なんて言われてもピンとこないよ。なんでそんなこと言うんだよ。本心じゃないくせに。無理に投げやりになるなよ。ハルキには関係ないだろ。私のことなんか何も関係ないだろ。
何度言わせるんだ。ピアノと俺を天秤にかけるな。あまりにも釣り合わなすぎだろ。お前こそ何度言わせるんだ。それを判断するのは私だ。お前じゃない。カズさ。お前の価値をお前ごときが決めていいわけないだろ。私を受け入れられないんなら黙ってろ。視野狭すぎるだろ。世界小さすぎるだろ。こんな何にも興味を持たない人間のピアノをさ、未だにありがたがっている人たちがいる。芸術ってバカみたいだな。みんな目を覚ましてくれよ。私なんてこんなヘボなんだぞ。見に来る価値なんかないんだぞ。あとは一人で行けるな。カズさ、うん、やっぱり中まで付きそうか。行くよ。一人で叱られてくる。そっか。もしかしたらクビかもしれない。でもって損害賠償の裁判を起こされて。そんなわけないから。とにかくドアを開けたらすぐに頭下げろ。で、大きな声で謝れ。なあ、ハルキ。もし私がクビになったらさ、私の居場所がどこにもなくなったらさ。今日さ、ちょっと遅くなる。夕方から人に会う約束してるんだ。帰り何時になるかわからない。そうかよ。それでさ、晩飯なんだけど。刹那だろ。それは週末に恋人に会うのは当たり前だろ。何隠そうとしてんだよ、バカバカし。必ず日が変わる前には帰る。ちゃんと飯作るから、おとなしく待っててくれ。いいよ別に、泊まってきてもさ。なんなら私が部屋開けようか。ちゃんと帰るって。たまには一人の夜があってもいいよ。お前がいなければ思う存分泣けるから。だからそういうこと言うなって言ってんだよ。必ず今日中に帰る。何があろうと絶対に電話する。だから待ってろ、ハルキ。それじゃしっかり謝るんだぞ。あと追加公演のことは態度を保留していい。また今晩にでもゆっくり考えよう。じゃあな、また夜に。
刹那だろ、どうせ。おはようございます、北原です。あ、はい、カズサなら今事務所に入っていきました。それで俺はどちらに伺えばいいんですか、陽子さん。スエツグ？なんだ、近所まで来てるんですか。はい、はい。あの、もう一度言ってください。どこですって。ああ、刹那、俺その今夜だけど、悪い、ダメになった。急に夜遅くに打ち合わせが入って。ああ、明日はそっちに顔出せると思うけど、今夜は本当にごめんな。あ、よ、なんでお前が先にいるんだ。今日は何時になるかわからないって。だってもう10時だ。何時から待ってたんだ。さっき着いたばかりだよ。本当に？嘘つく理由も待ってる理由もないだろう。じゃあ帰ろうか。腹減っただろ。まあな、お前に絶対外で食べるなって命令されたから。きっとものすごいご馳走が待ってるんだろうな。簡単なものでいいよな。空腹が最高のスパイスだよな。それじゃあ、うん、決めた。っていうか最初から決めてたんだけどな。そっか、そっか。ひどいことになると思う。練習不足だし、モチベーション最悪だし。それは、けどそれが今の私の本当の実力だ。ちゃんと受け止めるよ、カズさん。正直まだ気持ちは全然整理できてない。
けどやっぱり今の私は周囲の人たちにあまりにも迷惑をかけすぎてる。美代子さん、コンサート関係のスタッフ、私で稼ごうとする水強なスポンサー、もっと水強な私のピアノを聴きに来る人たち、それから刹那。母さんと春樹には申し訳ないなんて思ってないぞ。だってお愛子だからな。陽子さんは今だってのんきに温泉行ってるんだぞ。相変わらず娘のことほったらかしてさ。ま、いいけどさ、あの人には倍にして返してもらう。これからも散々迷惑かけてやるんだ。なあカズさん。なんだよ。お前が母親を愛してるのは分かってるけどさ、それでも陽子さんだけに負担をかけるのは仕方ないだろ。今までの私の世界半分滅んだんだから。だからさ、いい加減もっと視野を広げてさ。陽子さんだけじゃなく、スタッフや友達や、それにファンだって、お前のこと好きな人たち、たくさんいるんだからさ。向こうが私に期待するのは勝手だけどさ、別に、私が期待することは何もないよ。そんな寂しいこと言わないでさ。工藤さんなんかいい人じゃん。それに柴田さん夫婦だって。美代子さんも柴田さんも好きだけど、コンサートが終わったらもう二度と会うことはないから。ならさ、ウィーンにだってお前のことを好きでいる人は。私に指図するな。私を日本にいられなくしたやつが。お前なんかに何がわかる。私と東間陽子は私がこの世に生まれる前からつながってるんだ。私の進むべき道は東間陽子が示してくれる。子供の頃からずっとそうやってきたんだ。確かに一時期お互いがお互いを見失ったこともあったけど、それだって相手を思った末のすれ違いだった。そう教えてくれたのはお前だったよな。だから私はこれからもあの人と歩いてく。そしていつか超えてやる。だって私にとって東間陽子は目標で、先生で、ライバルで、全てなんだから。昔に戻っただけだよ。ただそれだけだ。だからさ、今度こそさ、絶対お前の前から
消えてやるよ。カズサ。もうここにいたって仕方ないんだ。お前につけられた傷をお前に治療してもらったって治るわけないんだ。それどころか次から次へと新しい傷ができるだけだ。お前に優しくされるたびに増えていくんだ。だからもうさっさと日本公演を終わらせてウィーンに帰るんだ。北原病院から退院するんだ。自宅療養でゆっくり時間をかけて治すんだ。お前みたいな悪い男に惑わされることのないいつも通りの平和な生活に戻るんだ。カズさん。ハルキ。頑張れ頑張れカズさん、頑張れ。やめてくれよ。こんなことされると後がつらいよ。今度こそリベンジだ。お前の凄さを日本中に見せつけてやれ。きついよこんなの。生殺しだよ。また傷が増えてくよ。友達を励まして何が悪い。何が悪いって言うんだよ。だって私全然諦められてないんだぞ。今は普段通りに振る舞えてるけど一人になると泣けてくるんだぞ。それに誰かに見られたらどうすんだよ。別にどうもしない。刹那に見られたらどうすんだよ。どうもしないって言ってるだろ。こんなの隠す気もない。ハルキ。ひどいやつだ。かもな。やっぱダメだ。振られたのに脈はないって思い知らされたのに。なのにこうしてお前に抱きしめられると嬉しい気持ちを抑えられなくなる。お前に甘えて強がって舞い上がってこんなにも痛い女になってしまう。いいよ今だけは。ああもうくそなんでだよ。私はこんなにもお前のことが好きなのに、なのにどうしてうまくいかないんだよ。そんなに私のことが嫌いか。こんな痛い女はお断りなのか。ハルキ
そんなこと一言も言ってないだろ。だよな。だってお前待ってただろ。実は私のこと駅でずっと待ってたんだろ。待ってないよ。嘘つくな。だって春樹の手こんなにも冷たいじゃないか。ずっと外に駅前にいたんじゃないか。待ってないって。白血病なんだってさ。はい。だから白血病、普通は発酵のヒロインがかかる病気なんだけど、神様も何を勘違いしたのかしらね。半年前くらいかな。たった2時間のコンサートで体がふらつくようになってきたのよ。3、4曲目あたりで動悸や息切れが激しくなってきて、終わった後も1時間くらい収まってくれなくてね。来たか糖尿病って思ってたんだけど。普通は誰でもそう思います。親子とももっと節制すべきです。ギター君は相変わらずだ。私に対してもいっつも偉そうなんだから。すいません、まだ状況を飲み込めてなくて。まあそうよね。当の本人でさえ受け入れるのに結構時間かかったし。向こうの病院で軽く見てもらった時には貧血だって言われたから、それから必死で食べて、ワインも白をやめて赤に変えたしね。それ色だけじゃ。それでもやっぱり症状が改善しなくてね。1年前ならオールナイトで弾いても平気だったのに。それでこれはヤバいんじゃないのってことになって、こっちで信用のおける高柳先生に見てもらうことにした。
その手の病気に関しては世界的権威って言われてるし、何よりまあ昔からいろいろとあった間柄だし。来日してから何度か検査入院して、だいたい病気の正体もつかめてきて。入院。さてどうしようかって時に結構やばい症状が来ちゃってね。それがカズサのコンサートの夜。あの日から2日ほど記憶がないんだけどね。まあ今は大丈夫、週明けには退院できるから。カズサにはそのこと言えると思う？今のあの子に。もしかしてカズサの来日公演も。いつかは連れてくるつもりだったけど、急いだのはこのためね。東馬カズサは日本で受け入れられるのか、うちのバカ娘はもう一度日本で暮らせるのか、その両方を確かめたかったの。私が生きてるうちにね。そんな。言っておくけど、すぐ死ぬつもりなんか全然ないわよ。はい。最近はだいぶこの病気の致死率も下がってきてるし、薬打ちまくって金使いまくって、少なくとも100までは生き延びるわよ。お願いします。ただね、もうウィーンには戻らない。私はもう日本を離れるつもりはないの。陽子さん、自分の生まれた国ですもの。なんだかんだ言って世界で一番愛してる国ですもの。どうしよっか、ギダン君。そんな。今のカズサは陽子さんを超えることだけが人生の目標で、なのに陽子さんしか頼れる人がいなくて。そっか、カズサのことを拒絶したのね、あなた。ねえ、あの子のどこがダメだったの？そりゃピアノ以外に取り柄ないし、暗いし、わがままだし、意地っ張りで諦めの悪さはちょっと低レベルだけど。そういう問題じゃないです。あいつに不満なんかありません。そんなこと平気で言える人間、世界であなたしかいないから。期待してたんだけどな。また負けたか、我が娘は。しかも5年前と同じ相手に。やめてください。こっちとしても賭けだったのよね。私だって一応親なんだし、カズサが独り立ちできるまで一緒にいてやりたいって思ってる。
けれどもそれをウィーンで実現させることはできない。わがままではあるけれど自分の一生のことだから。だからカズサを無理やり日本に連れてきた。永住するために。ピアノの方に限って言えば、今の日本なら、今のカズサならもうヨーロッパじゃなくてもやっていける。もともとフリューゲルのじいさんは今年で引退だし、次の師匠も日本で見つけてある。橋本健二っていう若手ナンバーワンピアニストを育てたフランス人のおばちゃんでねまあ昔は男取り合ってよく大喧嘩したけど、だからあとはカズサが再びここで暮らせるか、それだけが一番の心配事だった。でも結局ダメだったみたいね。カズサを吹っ切れさせることも、カズサの思いを遂げさせることも。あなたこそがカズサを日本に戻すための最後の希望で、そして最大のネックだった。俺にそんなこと言われても、いきなりそんなこと言われても。あの子の気持ち聞いたんでしょ。それで受け入れなかったのよね。ならそれが結果なんだからしょうがない。受け入れられると思いますか。5年間音信不通だったんですよ。どうやって信じろって言うんです。ずっと一緒にいた私が保証しましょうか。あの子が5年間どれだけ色ぼけてたか、会えもしないたった一人の男相手に。別にそんな。あの子は毎日10時間あなたと会話してたのよ。だから思いが色褪せることなんかあるはずなかった。10時間。そうやってずっと冷めない恋をしてたから、あの子のピアノはどんどん色っぽくなってって、いつの間にか世界に認められるようになっちゃって。そんな、そんな。カズサの告白聞いたんでしょ。なら今さら信じられないなんていうのはなしよ。でもね、相手が悪かった。カズサにとってあまりに高嶺の花だった。俺が高嶺の花？どうして？だってギター君普通の人だもの。そんなハードルの高い相手、やっぱりあの子には無理だったのよ。意味が分かりません。だって私たちは普通の人の人生を壊す力を持ってしまっている。しかもそれを抑えることができないの。だからもしもあの子があなたを手に入れようとしたら、あなたの周囲の世界ごとぶち壊すことになる。それは別のある人にとってはとても残酷で無情で本当に。
ひどいこと。陽子さん、俺だからね、ギター君、こうなってしまった以上、あなたはあの子を思いっきり振ってあげて。せめて少しでも傷の治りが早くなるようにスパッと切り捨ててあげて。絶対に自分で傷を癒そうなんて考えないこと。あなたが少しでも隙を見せたら、あの子は絶対に諦めないのよ。そんなことあるわけないって思う？それこそ普通の人の感覚ね。カズさんはね、本質的には私と同じ色状況なの。一般人並みの理性なんて持ち合わせてないの。陽子さん、出なければ5年も会わずにいた男をひたすら思い続けるわけがない。あなたの常識にそういう女はいるかしら。だからこれからも忘れない。下手をしたら、いえ、今のままじゃ確実に一生新しい恋なんてできるわけがない。そんな俺なんてほんの1年間クラスメートだっただけで、あいつにそんな思われることしたわけじゃ。それを決めるのはあなたじゃなくてカズさんよね。もう一度言うわよ、北原春樹君。あなたがあの子を受け入れられないのなら、今すぐあの子を捨てて。それがあの子のためなんだから。北原さんってば。ごめん。何？なんか疲れてるみたいだねって言ったんだけど、もう答えは聞いたような気がするからいいや。
あまり箸も進んでないみたいだし、もしかしたら具合が悪いんじゃない？せつな、ちょっとあれ持ってきて、あれ。あれじゃなくて、体温計ってちゃんと言ってよ。ああ、いえ、気遣っていただかなくてもいいです。別にそんな大したことじゃ。もしかして、昨夜姉ちゃんが寝かせてくれなかった？高博！この子は、もう二十歳になろうってのに、まるで中学生みたいなことに興味持って。よさないか。食事中だぞ。なんで食事中にふさわしくない話だってわかるのさ。夜中中ずっとゲームに付き合わされてたのって、そういうこと聞こうとしてたかもしんないじゃん俺。しかも言い逃れまで中学生みたい。そんなんで彼女に逃げられても知らないわよ。ちょっと待ってくれよ。家に10回くらい連れてきただけで彼女かよ。紛れもなく彼女でしょ。あの全然そういうことじゃないですから。ただちょっと考え事してただけで。考え事ね。将来のこととか。将来。おい、ちょっと高博、それは。何言ってんだよ。さっきからみんな聞きたくてうずうずしてるくせに。え、何を。あのさ、北原さん、もしかしてさ、姉ちゃんにプロポーズした？あ、姉ちゃんに聞いてもはっきり言わないしさ、父さんなんか今週すっごい暗かったんだぜ。いい加減なことを言うな。高博、何もそんな食事中に。ほら、北原さん困ってるじゃないの。なあ、今になって急に自分だけいい顔して。どうやって口を割らせようかって最初に相談持ちかけたのはそっちだろ。だからそういう身も蓋もないことを食事中にバラさなくてもねえ。ちょっとやめてよ。別にこれはそんな深い意味はないの？だってそれ随分と高そうじゃない？前のおもちゃみたいな安っぽいのと全然違うし。すいません、安っぽくて。前のも春樹くんにもらったものなんだけど。あら、そう、それは、あれね、ほら、あれよ、あれ、ねえ、高博。つまりさ、姉ちゃんが前もってきっちり説明しとけば、こうして北原さんに恥をかかせることもなかったと。それよ、それ。ほんとこの子ってば、肝心なところで変に頑固なんだから。だから、違うんだってば。別にこれは、今すぐって意味じゃないんだから。せつな、その言い方だと。だよね、春樹くん。私たち、そんな、ねえ。春樹くん？今すぐではないってことは？要するに、将来的には、って話があったってこと？ああ、語るに落ちちゃった。
ほら高博、やっぱりお母さんの言った通りだったでしょ。絶対何かあるってピンときたんだから。なんだよ母さん、自分で聞けもしなかったくせに急に調子づいちゃって。やめないかお前たち。要するに何も決まってないってことだと言ってるだろう。いや言ってない言ってないよ、ほとんど決まったって言ってんだよ。お父さん、いくら認めたくないからってあまりにも自分の都合のいいように聞き違えるのは。ちょっとだから本人の前でそういう話はやめてよ。今日はごめんね、なんか変な話になっちゃって。いや、そんなこと。もうみんな気が早すぎるんだから。本人たちほったらかして勝手に盛り上がっちゃって。だから気にしてないって。本当にごめんなさい。でもお母さんも高博も悪気はないの。お父さんは後でちゃんと話しておくから。それじゃまた来週ね。うん、連絡する。